写真拡大。全2枚。野球 U18 日本代表合宿27日東京都内 U18 18歳以下ワールドカップ30日開幕。韓国決まりに向けた国内合宿を打ち上げた。28日に渡韓する。大船渡航の最速163キロ右腕佐々木朗希投手3年は全体練習に参加。激励に訪れた日本代表トップチームの稲葉篤史監督、47から初優勝への金言参加状を授かった。同じ日の丸を背負う稲葉監督の姿に目を輝かせた。佐々木は激励に訪れたトップチームの指揮官と握手を交わし、頑張ってと声をかけられた。稲葉監督は体が大きくて、これが一流選手の体なんだなと思いました。すでに佐々木は前日26日に大学日本代表との壮行試合に先発し、1回を無安打無失点で2三振を奪った。この日は国内合宿最終日。2009年のワールドベースボールクラシックで選手として日本の大会2連覇に貢献するなど、国際大会の経験が豊富な稲葉監督から U18 ワット杯初優勝に向けた参加状を授かった。1. コミュニケーションをとる。一人一人が遠慮なくプレーできるようにすることが大切。普段は他チームに所属する選手の特徴を把握するためにも会話が必要になる。2. 全ての1を大事に。初戦は独特の雰囲気と緊張感がある。投手であれば初球や1イニング目、1人目の打者。打者はファーストスイング。こういった全ての位置に対する準備をすること。3. 慌てないこと。起こりうる全てのことを想定し、準備をして慌てずに対応すること。他国の審判や気候、グラウンド状況なども含めて準備が必要だと説いた。佐々木は合宿を通してチームメイトとコミュニケーションを重ねてきており、最初はあまりチームワークも良くなく、バラバラだったが、徐々にチーム一丸となってきたと実感した。約2時間半の全体練習ではノースロー。甲子園大会で準優勝を飾った奥川、星稜と並んでランニングを行った。28日に決戦の地、韓国に出発する。ワールドカップでの起用法は明らかにされていないが、稲葉監督から激励の言葉をいただいたので、必ず世界一になって帰ってきたいと思いますと決意を新たにした。最速163キロ右腕の世界デビュー戦が近づいてきた。樋口校。22日から行われた国内合宿を終えた高校日本代表永田監督、報徳学園、短い期間だったが、実りある合宿だった。ワールドカップは一戦必勝で戦いたい。